ロバのパン屋とは、昭和の初めから、日本でロバあるいは馬に馬車を引かせて、街中を移動しながら売られたパン屋のことである。日本が高度経済成長を迎えると馬車による販売形態は姿を消し、自動車による販売に切り替えられた。最初にロバを用いて、パンを販売したのは、石上敏夫が札幌市で起業したロバパン、石上商店である。1931年に、 パン屋を創業した石上は偶然にも札幌で開催された博覧会に出展するために中国から送られたウィックという愛称のロバをもらい受けた。そこでロバに引かせた馬車でパンを売れば子供の目を引くという発想で会社を立ち上げた。石上の考えたロバ移動車では蝶ネクタイを締め競馬の機種の紛争をした魚車がリアカーを改造した小型の馬車を買って 営業を行った。石上商店では、初代のウィックの引退後も、何等かロバを購入し、積雪機には、馬車ではなくソリを装着した馬車も引かせた。ただ、馬より、体力の弱いロバの負担を思い、ロバ移動車での販売は、数年後に中止した。石上商店は、その後、株式会社となり、北海道シェア2位の製パン会社ロバパンとして、存続している。 ビタミンパン連鎖店本部の販売者口述のパン売りのロバさんのメロディーとともに人々の記憶に残っているロバのパン屋は株式会社ビタミンパン連鎖店本部という京都市に本社を置く蒸しパンの行商を行っていたチェーン店である。社長の桑原定吉は浜松の代理店だった亀屋パンの社長の発想を買い、1953年に浜松市と京都市とで 移動販売を始めた。これが四輪の馬車を引くロバーのパンとして日本各地で昭和30年代に見られた馬車である。ただし馬車を引いていたのはロバではなく馬。それも大多数は日本の在来種として知られる基礎馬である。基礎馬は小型の馬のため使用したイメージソングもロバであり子供に受けも良かったために社長の桑原があえて馬に引かせた馬車を ロバのパンとして宣伝した。馬車に蓄音機を乗せて、パン売りのロバさんを流しながら売るという宣伝と、連鎖店と称した全国チェーンという桑原の時代に、先んじた経営方針によって、昭和30年代には、ビタミンパンは全国にチェーン店を150店舗以上も抱えるまでに、成長した。また、このチェーンに加わらない、同業他社も数多く存在しており、 ロバのパン屋は最盛期を迎えた。移動販売車も改良され、馬の代わりに三輪自転車をつけた移動車も登場した。最盛期の1960年には、関西テレビ制作のテレビドラマ、灯火しの歌シリーズの第13話、街に流れる一つの歌に登場している。社長の桑原定吉役は、藤間凛太郎が演じている。昭和30年代後半には、 経済成長に伴って、ロバのパンとして、馬に引かせて営業することは困難になり始める。まず、道路事情が自動車の普及によって、格段に悪くなった。スピードの遅い馬車は、自動車の走行を妨げるとして敬遠された。また、臆病な馬にとって、車のクラクションは暴走の元となり、危険が増した。さらに、馬の垂れ流す糞尿も、苦情の対象とされるようになった。 舗装道とマンホールも馬の停鉄には天敵となった。一方で蒸しパンの一種であるビタミンパンは食料事情が多様化するとあまり帰り見られなくなってしまう。すでに1961年には京都のビタミンパン本部でライト版による営業を開始している。一部の地方では馬車による販売も継続されたが連鎖店の多くでは昭和40年代には 自動車による販売に急速に切り替えられた。ただし、ロバのパンという名称だけは残ることとなり、パン売りのロバさんのメロディーと共に使われ続けている。なお1955年、キングレコードから発売されたパン売りのロバさんはこのイメージソング、CM ソングの一種と一般には解釈されている。しかし、実はここにも、いささか事情がある。作詞家の矢野が、 ロバのパン屋を街角で見かけて、市を作ったのは1954年のことである。場所は東京浅草の雷門だったことが、キングレコードのディレクターだった長田赤月に,によって書き留められている。この時、前述のビタミンパン連鎖店本部の連鎖店は東京では営業していなかった。さらに歌詞に登場するロバのパン屋は、複数種類の菓子パン等を扱っているが、 前日の通りビタミンパン連鎖店本部の扱っていた商品は蒸しパンである。つまり、矢野と長田が見たのは千葉県の同業他社の馬と馬車と推測される。しかし二人はロバをイメージし、フレーズが誕生した。ビタミンパン連鎖店本部の桑原がパン売りのロバさんを実際に耳にしたのは発売された1955年の暮れのことと自ら記している。 即座に SP 版を数百枚もレコード店に発注し、後には特注 LP を5000枚も用意し、全国の連鎖店に配布した。翌年には、全国の連鎖店の馬車がこの曲を流して、移動販売を始めた。なお、キングレコードが1939年に発売した、ロバのパン屋さんという別の曲が存在している。作詞は、赤石清、作曲は、山口康辻。 この場合のロバのパンは、実際にロバが使われていた、札幌の石上商店を着想のもとにしたものと考えられる。また、ビクターレコードが1951年に発売した、ロバのパン屋さんという別の曲も存在し、作詞は坂口氏、作曲は平岡寺師匠、小笠子の歌で、同様レコード、ひばりと麦畑の B 面に収録された。 新名馬として人気があった1995年生まれのサラブレッド競争馬ロバのパン屋号の馬名の由来はこのロバのパン屋である。馬主は愛馬に一風変わった名前を付けることで知られる小田切雄一である。ありがとうございます。